最新機器の修理に挑戦、分解編、アンマン乾かす。というのはアマちゃんでございます。アマちゃんがね、お姉さんに乾かされております。お風呂に入ってね、濡れた体をね、乾かしております。結構ね、自分で体拭くんですよ、フェレットって。タオルにね、潜って体をね、拭き終わった後にこうやってね、ドライヤー当てるんですよね。あまり熱風だとね、やけどしちゃうとこもあるんで、触りながらね、体の温度見ながら、ちょっと乾かしてます。あまちゃんドライヤー好きなんだよね。それでは本編スタートです。カモンプニでーす。元気ですか？PS5 のね、コントローラーの修理にね、挑戦していきたいと思っております。スティックがね、調子悪いみたいです。なんかね、壊れるの早いよね。それでは動作確認していきましょう。さあ、つなぎましたよ。あ、右側がおかしいんだ。ほら、やば。あ、これ全然ダメだわ。あ、これね、多分ね、無理だわ。左側はね、大丈夫だわ。あ、こっちだな。あ、これはね、壊れてるね。ちょっとね、リセットかけてみるわ。で、もう一回。使ってると、ダメだね。さあ、分解していきましょう。今日はね、分解するところまでやりますね。ネジが見えないようにね、作られているので、すごく上品な作りになってますよね。じゃあね、まずはね、この黒い部分、これをね、取るんですけど、ここに爪入れて、カボって外れます。で、この後ね、ここを外すんですけど、超硬いっす。でさ、自分のなら無理すんだけど、人のだからね。取り外しにくいわ。ここ傷つけないようにさ、取らなきゃいけないから、外れてきた。だからね、あ、外れた。人のね、修理すんのってね、大変なんですよ。気使うんですよ。でね、R1、L1 をね、外します。これでね、クイッとやれば取れます。で、こっちもね、クイッと。セラミックドライバーがね、傷つかなくていいですね。買ってよかったな、これな。よし。オッケー。そしたら、次は、すごいね。ネジがね、見えるようになりました。ここと、ここ。全部でね、4本ですね。これを取っていきます。よいしょ。これでね、取っていきますけど、ドライバーはね、pH0 番ですね。0番のね、精密ドライバーでいけます。よいしょ。全部同じサイズだね。ネジもね。よいしょ。さあ、取れました。
そしたら今度ここに爪があるんで、これをねクイッとまず外します。うん。そしたらここがねカッポリンコカッポリンコするんで、うん、徐々にねカッポリンコしてください。買って、よし取れた。そしてね取れない、取れたけど取れない。これはね結構苦労するぞ、初めて分解すると。まあ最初はしょうがないよね勝手がわからないから、初めて分解すんだもん。うわ結構苦労すんな。ちょっとね後ろに下げながらね、これ前下側か、下側をもうちょっと上に上げればいいのかな。ちょっとね引っかかるんですよ。よし、これがね上に上がればいいんだけど上がんないんだよね。でこれでボタンを押しながら、あいたいたいた、オッケー取れたわ。なるほどね、こんな感じか。おう、意外とシンプルな構造だな。これはね、洗浄します。ちょっと汚れてるんでね、洗浄液です。洗浄へ。いや、うるせえと。超音波洗浄へ。戦いに出ました、彼はね。あ、彼なのかな。あ、これ入んないわ。よし。これでね、洗浄しましょう。これね、両面テープで止まってないんだね。なので、まあ、とりあえず、バッテリーを外しますね。で、このバッテリーですけど、全部ね、中国語です。こんな感じね。1560mAh のね、4.2V ですね。中華製なんですね。型番はね、LIP の1708かな。このバッテリーはね、Amazon で今、3600円ぐらいするね。結構高いよ。まあ、皆さん壊さないようにした方がいいですね。で、これどうやって分解するんだろうな。あ、これね、このネジで止まってるみたい。電池カバーはね、止まってないかと思ってたら、これはね電池カバーも兼ねてるみたい。あ、取れたわなるほどね。あとはケーブルを抜いていきます。これマイクかな。こんな感じだね。ここね、ロックはないですね。ズボズボ抜いていくだけ。すごい作りだな。で、左右もね、ケーブル引っこ抜いていきます。なるほどね。こういう作りなのね。よいしょ。このね、セラミックのね、これもセラミックなんだけど、ピンセットいいよ。買ってよかったわ。で、次はね、ここの細いケーブル。全部でね、ケーブル4本つながってるんだけど、それをね、全部外していく必要がある。この、ここ硬い。むちゃくちゃ硬い。気をつけてね。で、取ってきます。これで取れるの？取れそうなんだけどな。どう？いけ
してる？怖いわ。あ、取れた。オッケー。よーし。そしたら、この先っぽね。うん、これはね、超音波洗浄ですね。綺麗にしましょう。で、家にあるね、ストックにね、同じ部品があったわ。なのでね、今回はね、交換しちゃいます。ここにね、接点強化剤入れてもね、多分治るんかもしれないけど、まあ一時しのぎでね、治っても困っちゃうので、まあ自分のならね、また分解すればいいやってなるんだけどさ、人のだからね、まあちゃんと修理するわ。というわけで、わからなくね、ならないように、印つけました。私ね、だいたい勘違いしてね、反対側変えてるんだよ。だからね、失敗しないようにね、印つけた。で、すごいね、数ハンダで止まってるんですよ。だからね、これを全部取っていかなきゃいけないんですけど、まずね、フラックス塗りますね。これきついな。よいしょ。さあ、取っていきますけど、ハンダがね、溶けないんですよね。このハンダ。きついな。ちょっとね、盛りハンダします。盛りハンダしたけどね、なじまないな。どうすっかな。よし。ちょっとね、吸い取り線にハンダをつけて、吸い取っていく作戦で行ったんだけど、それもダメだね。きついわ。というわけで、次回秘密兵器登場です。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、買っちゃいましたよ。ついに買っちゃいましたよ。次回ね、登場します。秘密兵器。くにさんに使いこなせるかな？